毎回じゃあつなげていきましょう。どこで嫁さんと知り合ったかですか。深いとこまで聞きませんけど、なんか場所とか、場所、ね、合コンで知り合ったとか、なんかそこら辺で知り合ったとか。ああ、じゃあこの辺もそんな話さないですけど、そこまで。でも、はい、ハワイで会ってます。ああ、なるほど、ハワイで。2人とも、はい、ハワイにちょっと縁があって、ハワイにいてですね。そこで会いましたね。なるほど。すごいですね。棒読みだな。すごいっすね。言っといて、すごいっすね。まあ、いやいや、そんなことないですよ。そこは、ね、自分なんてもうね、女の子に縁がないんでね。女の子ね、女の子はね、難しいっすよね。もうあれですよ、いわゆる男の前では全然喋れるけど、女性の前になると無口になっちゃうタイプです。あ、でもそれ僕そんなタイプでしたよ、昔。です、うん、そんなタイプですか。もうね、ダメっすよ、俺は。え、あ、でも待って、視聴者さん、タナケンさんのほら、年齢幅知らないから、はい、大体どれぐらいかっていうのは言っても大丈夫ですか。大体、そうですね、まあ、今年でもう20代になりますね、自分は。20代、まあ、前半ですよね。そうですね、まあ、まだまだ10代ですけど、まあ、大体もう10代と20代の間って言ったら、もう1個しかないですけどね。いや、それも1個しかないですよ、それ言ったら。時給しかないですけどね、俺。そうなんですよ。まあ、別に年齢はね、バレても、そんな、まあね、特定されないでしょ。でもあれですよね。年齢とかあんま気にしないですけど、やっぱ敬語はやっぱ気をつけてますね。やっぱこれから一応社会人になる身なんでね。ああ、まあそこはね、大事です。日本は特にそうですよね。そうそう、日本は厳しいですからね、本当。あれ、これどこ行くんだっけ。あ、千秋さん、あんまり動かない方がいいですよ。ちょっとクリアリングしてくんで、自分が全然覚えてねえな。登ってていいっすよ。登ってて俺のテクニックをちょっと見ていても大丈夫ですよ。見せたいっすか、テクニックを。あ、おー、ちょっとびっくりした。大丈夫です。なんだって言われますよ。まあ、僕もメタルギア歴長いですから、さっきちょっと遊んでましたけど、本気出したら全然大丈夫ですよ。ちょっと待ってくださいね。確実にヘッドショットしないと。おー、うまい。オッケーっす。とりあえず3人ぐらい今寝たんで、あ、やべ。そして寝かす。あ、オッケーっす。もう全員クリアっす、これ。おー、早いな。早い。で、あ、なんだっけ、あ、そう、女性に、そう、じゃあ今日の、はいはい、その一番第一のこの収録でのトピックは、はい、どうしたらタナケンさんが女性にモテるかって話をしましょうよ。そんなこと話すんですか。いいじゃないですか。だって僕も既婚者じゃないですか。あ、だから女性に対しての質問があれば答えますよ。女性に対しての質問ですか。はい、ある程度乙女心は分かんじゃないかな。ミキの乙女心はある程度分かってますよ、僕は。いやー、質問っていうか、やっぱ、あれっすね、嫌われないこととかなんすかね。あー、嫌われないことか。自分は、一応彼女いてた頃は、一応あることあるんですよ。ほうほうほう、いいですね。それはどれぐらい前ですか？もう1年になりますね。もう、1年か。場所が場所なんでね、ちょっと。あまり女性の。縁がないんですよね。寝ろ。オッケー。あれなんですよ、場所が場所なんでね、男しかいないんですよ。うーん、ね、あんま女の子がいなくてね。でもそれ男子校っていうか、その男しかいないんだったら、はい、やっぱみんな飢えてて、そのなんか女の子と合コンしようとかないですか。その他の学校の子連れてきてとか、なんかありそうだけどな。あ、でもまあ、でもあることはありますけど、自分はちょっと照れ屋っていうか、そういうとこにあんまり行けないんですよね。ああ、なるほど。まあまあ、わかりますよ、その気持ちは。あれなんですよ、もう、本当に話すと、この人、誰的な感じになっちゃうんですよ。あ、もう、その、今素で、ゲームで話してる感じの、やつは出せないですね。タナケンさんじゃなくて、もうちょっと無口くんになっちゃうみたいな、そんな感じですか。そうですね。あ、もう僕、よく、同じタイプですよ。そういう機会、たまに行くんですよ、本当に。おうほうほう。その時にちょっと黙っちゃうから、田中君ってクールで、あ、名前言っちゃった。あれ普通に言っちゃった。やばいんじゃないですか。幼児なら大丈夫です。大丈夫です。下の名前言ってないんで。まあ、田中なんてこの世にいっぱいいますから。まあ、それは普通に分かりますよ、田中健だったら。やばい。暴露しちゃった。田中君ですね、じゃあ。大丈夫ですよ。そこは田中健でお願いしますよ。田中健さんで。あ、じゃあちょっと待ってください。じゃあ、でもね、これ新鮮なんですよ。はい、っていうのも、エリュアさんの時は、その女性の話って
基本的になんか NG だったんで、はい、こっちでしたっけ、タナケンさんの時はじゃあそういう話が解禁されたと。おーおー、これはね新鮮で視聴者さんも多分楽しいと思うんですよね。 あまり期待しないでくださいよそんな一応じゃあ目標としてはこのゲームの実況が終わる頃にはタナケンさんは女性についてはい、ちょっと詳しく、え、こう詳しくというか慣れたら、あれ、ここあいいのか、慣れたらですね。まあ僕が言うのもなんですけどね。はい。わかんないですけど。いやもうじゃあだって竹内さん結婚してますからね。まあまあね、でも結婚にできますから。じゃあまずタナケンさんの容姿からちょっと話しましょうよ。はい、じゃないと容姿？あのあじゃないと、そうそう見た目じゃないとみんなこう想像できないんで。あーまあ言ってますよね、エリーハさんなんかあのデスノートのあの人ですよね、藤原竜也さんですかそうそう藤原竜也さんですあれずっか誰ですか、芸能人に似てるとかですか。まあ別に芸能人でいいですし、あの外人さんでもいいですし、はい、外人さんっていうかたまに日本人でもあのアメリカの俳優とかに似てる人いるじゃないですか。ああそうっすね、どうするもありですよ。自分はですね、時々似てるって言われるんですけど、自分ではそう思わないんですけど、本当、多分言ったら超批判浴びるかな。もう分かんないですけど、どうぞ。あの、向井理って知ってます知ってますよ。あの、バーテンダーからなった人ですよね。そうまさか、あの人に似てるとって言われるんですよ、たまに、本当に。痩せ細った向井理って言われるんですよ。え、背は高いんですか、じゃあ。あれちょっと待って、身長はっっ身長は一応179.9で約8、180ですね。あ、高いですね。そうですね、意外とまあ高い方っちゃ高い方ですね。小顔ですか、じゃあ田中健さんは。あ、そうですね、意外とちっちゃい顔かもしれないですね。で、あとわかんないです、あのでかいちっちゃいの基準がよくわかんないですね。あー、なるほどね。はい、多分でもちっちゃい方なんじゃないですかね、自分は多分。あと、ちょっと肌が白いってぐらいですかね。肌が白い。そうですね、あんま普通のなんか一般的な日本の人よりちょっと肌は白いですかね。髪の毛は長さはどれぐらいですか？髪の毛の長さは、ショートですかね、やっぱこれは。あ、耳にかかってない感じですか？そうですね、あの学校の規則があって耳にかからない短さにしろって言われるんですよ。ああなるほど、はい、わかります、ね、だから短いね、やっぱあの伸ばす、あの休み中はちょっと伸ばして、あ、ごめんなさい、あ、いいですよ。なんかすごい叫んだ、叫ばれたからびっくりした。じゃあ田中、あ、やべ、田中さん的にはちょっとジャニーズ系の髪型にしたいんだけど、学校の規則でちょっとジャニーズ系はそうでもないけど、そうですね、長い髪の毛にしたいですけど、まあできないって感じですね。なるほどな、わかりますわかります。なんか藤原竜也さんといい、向井さんといい、こうイケメンとばっかりコラボしてんな僕は。全然俺イケメンじゃないですよ。そいつつ僕なんか、え、だってオリラジのあんちゃんに似てますとかって言うだけでも批判食らってますから。あっちゃんか。あっちゃん食らってますか。エリーハさん間違えてますよ、あれ。あんちゃんじゃなくてあっちゃんですよ、あれ。あっちゃんか。あっちゃんさん。あっちゃんかっこいいですよ。そうでしょ？その、はい、俳優でもない人に似てるって言って、なんか、文句言われてるんで、はい、それもう、あれじゃないですか。田中健さんの向井さんにもちょっとこう、はい。実の顔公表したときに文句くるかもしれないです。いやそんなことないです。似てますか、じゃあ。車検さん渋くってかっこいいですもん。あ、僕っすか。はいはい。いや、田中健さんが自分の顔を公開したときに、いくら似てたとしても、やっぱね、はい、こう、言われますよ、きっと。いや絶対俺似てないです。あの、リスナーさんもう先に聞きましたよ。俺全然似てないですから。似てないですか。全然似てないと思います。ちょっと気になるな、見てみたいな。いやでもそのうち多分出しますもん、自分も顔。あ、全部じゃないですけど。あ、なんかちょっと隠してみたいな。そうですね、さすがにちょっとあのバレるとちょっといろいろとね、周りの人がうるさいんでね。なるほど、ね、そこはちょっとまあ気をつけながら的な感じで。じゃあ向井何でしたっけ、向井何さんでしたっけ。おさむっすね。あ、向井おさむさんに今似てる。自分で言うの恥ずかしいですけど。向井おさむさんに似てると自分で言う。これからも毎回書いとこう、コメントのとこに。
やめてください。田中さんかっこ向井治さんとかで。やめてくださいやめてください。そんな生き地獄やめてくださいよ。じゃあそのまあじゃあそういう方ってことが分かって、じゃあちょっとその合コンとか苦手だと、はい、ということです ね。じゃあちょっとチャンネルをあの、はい、もう返してちょっとじゃあ応援したいんで、あのいろいろあのこうしたらいいですよっていう応援コメントがあればぜひあの視聴者さん書いてください。あ、そうですね。ぜひ自分もそういうの欲しいですね。実践できたらこれ実践したらいいんじゃないっていうのがこうあれば、田中さんもこうどんどんあのそうですね、いけんじゃないかなと。やっていきたいんでね。もうあと、うん、はいはい、どうぞどうぞ。大丈夫です。いやいや、派遣さんどうぞ。いや、いいっすよ。いや、やめましょうよ。いいっすよ。なすか。いや、あれですよ。自分もまだコラボ実況これで派遣さんと初めてなんですよ。はい。で、だから他の多分百円さんのチャンネルで実況者っているじゃないですか。他のあーいますね、はい、そういう人たちにもちょっと聞いててほしいんですけど、まあリスナーさんでも全然いいんですけど、自分まだあのそういうなんかリスナーさんとコラボとか少ないんでね、あのできればまあそういった機会百円さんみたいに作れたらいいかなと思ってるんですけど、まあぜひまあそういうなんか一緒にやってくれる人がいたらぜひなんかコメントしていただければ一緒にやっていきたいなとは思ってるんです、最近。あ、なるほど、いいんじゃないですか。それはいいと思いますよ。はい、あの自分はもうね、リスナーさん命のチャンネルにしていきたいと思うんでね。じゃあコメントもちゃんと全部返信するんですね。そうっすね、大体返信しますね。僕はもうあの無理になったんでちょっと全部はやめました。そうですね、もうね、百円さんはもうあれですもん、だってリスナーさんがもう増えてますしね、やっぱコメントの量が違いますから。いやー、したかったんですけどね、ちょっともう無理でしたね。いや、さすがに、それは無理ですよ。あんな、もう、見てるだけで120件とか見てますね。120件。そうそう、コメント、そんなに多いと、さすがにね、やっぱ無理ですよ。だって、自分多くても20件ぐらいですもん、編集してても。でも、20件でも結構大変ですよね。自分100はないですよ。あったとしても50ぐらい。そうですか。いや、でも100件結構ありますって。うん、それ多分、僕が返信してるのもカウントしてですよ。そうですね。多分、そうだと思いますけど、でも、多分自分より量はやっぱ多いですよ、コメントの。ああ、まあね。まあでも、そう、残念なんですよね。やっぱそれ言ってから、コメントの量がちょっと減っちゃったんで。はい、ああ、ね、ちょっと返してもらえないっていうことですね。まあそれでもわかりますでもまあまあ、まあ確かに、でも、大丈夫ですよ、リサーさん。あの、自分のチャンネルに、あの、客演さんの分までコメントしていただければ、俺が。俺が、あの、皆さんの。微妙に宣伝してる。お、うまいうまい。やりました?やりました?いいじゃないですか。いいですね。もう、あのね、客演さんのチャンネルで俺が、もう、代表して、こう言ってますよ、みたいな。まあ。なんだそれ。いや、もう、客演さんの、ね、もう100円なんていうか、自分がもう代表してコメントしますんでね。ということらしいですよ。あ、行きたい。じゃあ、はい、そっか、じゃあそれで、わかりました。じゃあ、はい、今回のじゃあその実況の題材は女性と、女性と合コンということですね。そんなんでいいんすか?じゃないですか。あれ、そんなんでいいんすか?まあ、またあればトピック変えますけど。あ、まあ、そうですね。でも、田中さんはだから、その。はい。女性についてどう考えていらっしゃるのかってことですよね。女性に対してですか?はい。いやー、どう見てるのかですね、そうですね、女性を。自分はやっぱあれですね、まあ、まあ結婚したらそうですけど、やっぱ守る対象っていうか支えていく対象ですかね。あ、なるほど。あの、自分父親が結構厳しい人なんですよ。はいはい。親にもうちっちゃい頃から言われてたことがあって、はい、男はあの女を支えるために、まあ、働いていかないといけないんだぞってすごい昔から言われてるくらいなんです。古風な感じですね。そうですね、はい、でもあれじゃないですよ、サザエさんのあのおじいさんみたいじゃないですよ。あの波平じゃないですか、ね、はい、あんなに厳しくももう最近はないですけど、やっぱでもちっちゃい頃やっぱすごい怒られてましたね。へー、そうなんだ。あ、落ちた。あの、百円さんすごい結果すごいですけど大丈夫ですか?すごいっていうのひどいってことですか?いや、なんか、あれじゃないですか、なんか、俺プラスなんか17になってますけど、百円さん4になってるけど、大丈夫ですか?マジですか?大丈夫です。特に僕はゲームの結果気にしないでも、今、田中さんはね、こう、はい、こう、合コンに強い男にして、
なってほしいんですよ、まあ、僕合コン行ったことないですけどねぶっちゃけ話するとないですか、ないですか、行ったことないですか。ないですね。アメリカってそういうのないです、ないです、あれですよね、アメリカってパーティーとかですよね確か。パーティー、そうですね。合コンはないな。てかそもそも、はい、その僕が行ってた高校がちょっと特殊なとこで、はい、なんて言うんだろう、まあ、宗教的な感じの高校にさせる、クリスチャンの高校。そんなんとこある、あ、ある、あることあるか、はい、そういうとこ行ってたんですか。でみんなクリスチャンなんで、そういうなんか、はい、なんていうんですかね、まあ言ってしまえば性的な関係をその結婚まで持たないとか、あとお酒飲まないとかタバコ吸わないとかっていうのを普通にもうやってる人たちが集まってる高校だったんで、結構しっかりしてます、ね、しっかりしてますね。だから僕もそういうのやらないし、僕もこうぶっちゃけて言うと結婚まで童貞だったんですよあれですか。もうめちゃぶっちゃけてますけどね。え、でも結婚したのがだから20後半だったんで、あ、もうちょっとで魔法使いになるところでしたけど魔法使いまだか。魔法使い、え、でも魔法使い、そうです、30ですね魔法使いの。魔法使い30でしたっけ。いや確か3で、あの50過ぎれば賢者って言われてたような気が。ああ、そっかそうなんですよ。だからそんな感じのタイプなんですけど、でもてかこんな話エリュアさんと絶対できなかったな多分エリュアさんやめてくださいって言ってますよね言ってますやめてくださいよ田中さんって言ってますよ多分でもその田中さんのその女性に対するその考えってすごいいいじゃないですか、はい、僕もそんな言える立場じゃないんでわかんないですけど、その女性をなんか守ってかなきゃいけないとかそういうのってすごい、あ、そうっすね、いいっすよね。でもそういう男性ってその日本で果たしてモテるのかって話ですよね。うわ、いや今はもうあれですもんね、男の人はもう肉食系じゃなくなってる人が多いですからね。どっちかっていうと逆でしょ、守ってあげたいって思われる感じの人が。そうですね、守られたいっていう感じの小食系のタイプですもんね。ですよね、そっか。自分もそうですもん正直言いますと。どういうことですか、守られたい。小食ですもん。いや守られたいっては思わないんですけど、まあどっちかというと、まあやっぱそんなガツガツいけるタイプじゃないんですよ女の子に対して。 あの初対面とかだと、うんうんうん、でもやっぱある程度知ってる人だったらこうやって百円さんみたいなやり取りは結構できる方なんで。まあ同性ですけどねいや、まあ、まあまあそうです、まあまあそう、それはまあ大丈夫ですよ、ちゃんとわきまえますもん